見ますかせーのおおサイリンはしっかりあるねまあでもさすがにダルセレ回せレのサイリンがなくてよかったあれがあったらもうなんかそのタイミングで頑張って弾いた人が報われない気もするそのレア感がやっぱ落ちちゃういやでもそれこそだから球児さんをサイリンで絶対に欲しいっていう人はいっぱいいるんだろうな このガチャ一番回りそう。で、まあ、次に外小馬さんじゃないまあ、外小馬さん欲しい人はもうそこで引いてる気がするけどな。直近だし割と。この時期にワールドスター引くないですか全員欲しいです。全員欲しいなら行っていいんじゃないだって2選手は絶対取れるわけで。まあ、ワールドスターって1年後まで出ないからね。あ、1年後っていうかまあ、ごめんなさい。シリーズ2までだね。だからま、厳密に言うと、早くて6ヶ月、7ヶ月後から。逆に言えばこの辺の選手たちって、もう言ったらあともう2週間後に出るかも、1週間後に出るかもしれない選手たちもいるわけよ。けど、ワールド ワールドスターはどういうあれが起きたとしてもまあ契約解除とかで日本帰ってくるとかがない限りまあ,あったとしてもシリーズワンは出ないから多分だからワールドスターの選手はここで取る価値は全然あると思うよ使いたいんだったら。